一言のことは、宮尾富子の長編時代小説。講談社から書き下ろしで1978年10月20日に、刊行された。南国土佐を舞台に、幕末から明治へ時代が大きく変わっていく中で、一言ごとの音色に見せられた二人の女性の老いたち、確執、反省を描いた物語。第80回、直木賞受賞作。また、それを原作とした、テレビドラマ。 NHK 総合、時代劇ロマン枠で2000年にテレビドラマ化された。原作では、前半が苗を、主人公、終盤は、弟子の乱子が主人公に据えられているが、ドラマ版では一貫して、苗に、スポットが当てられている。時は、幕末。土佐藩藩士の娘、沢村苗は、男子の習い事でもある一言語とを習っていた。ある日のこと、苗は、 一言ごとの師範である大友龍月と知り合う。苗は龍月のもとで一言ごとの修行を始めた。厳しい稽古だがそれでも苗は彼のもとで腕を磨き、それと同時に次第に龍月へ引かれていく。だが、それもつかの間、龍月が不慮の死を遂げた。龍月の一件以来、苗のもとには縁談が持ち込まれることがなくなってしまった。そんなある日、苗は もちづき賢治家から告白された。必ず幸せにすると言い切り、龍月との経緯を知った上でも結婚したいというのだ。それから、しばらくの後、苗はもちづき家へ嫁いだ。もちづき家は、部門の家柄で、苗は一言語とを禁じられしゅうとめ、清から、なぎなたの稽古をつけられることに、様子を見に、もちづき家を訪れた妹、愛子は何もできずに立ち去る。 やがて、母親戦争が始まり、賢治家は兄と共に出陣していった。しばらくして、賢治家は戦死。賢治家の葬儀が終わり、苗は、実家、沢村家へ帰ろうとするが、餅月家から、許しが出ず、そのまま泊まることに。一年が経ち、ようやく、沢村家へ帰ることになった苗。帰る前に、姑、清に一言ごとを奏でた。NHK 総合、 時代劇ロマン枠で2000年3月27日から7月31日に放送された全18回ありがとうございます。